今日は生チョコタルトを作っていきます。このシルフォームを裏返してタルト型を作ります。まずはタルト生地です。粉類をフードプロセッサーにすべて振るわずに入れていきます。今日は私は生地を2倍量で作っているので、レシピの分量より少し多くなっています。今日はフードプロセッサーで作っていきますが、もちろんバターを柔らかくして砂糖を入れてというような手仕込みで作っていただいても大丈夫です。まずは粉だけをしっかり合わせて、そこに角切りにして冷やしておいたバターを加えていきます。そしてしばらく回すとバターが細かくなって粉の色が少し濃くなります。全体がしっとりしてくる感じですね。そこまで回したら全卵を加えていきます。そしてさらに回して生地をひとまとめにしていきます。生地がある程度まとまったら台の上に出して、まだ粉が混ざってないところがあるので生地が滑らかになるまで練っていきます。全体がつるんとした状態になったら手である程度広げて、その上にラップをかぶせて綿棒で伸ばしていきます。一気にグッと力を入れて伸ばすのではなくて、少しずつ上下に動かしながら伸ばしていきます。そして今日は3ミリの厚さに調整していきます。この後抜き型で抜くので、その時の幅とかを少し考えながら伸ばすといいですね。こう2番生地の無駄ができるだけ少なくなるように伸ばしていきます。そして全体の生地が3ミリにしっかり伸びたところで、冷蔵庫で1時間程度冷やしていきます。急いでいる場合は20分程度冷凍庫でも大丈夫です。そして残り5分ぐらいになったところでオーブンを予熱しておきます。生地が冷えたらまずはシルパッドを剥がしていきます。そしてまたそれは上からかぶせて表面のラップを剥がします。今日はシルフォームの大きさに合わせてだいたい8センチ程度の菊型で抜いていきます。一度に6個は抜ききれないと思うんですね。今日は私12個ですけど、その場合は2番生地をもう一度伸ばして同じように抜いてください。2番生地を伸ばす間は冷蔵庫でこの1番生地で抜いた生地は冷やしておいてください。そしてシルフォームの真上に乗せていきます。ここで側面の高さが斜めになるかどうかが決まるので、結構一番緊張するポイントかもしれないですね。こう下から覗き込んだりして、私はちょっと余白の部分、指の感覚と目で見て調整します。そして170度のオーブンで18分焼いていきます。焼き上がると綺麗なタルトカップになってます。鉄板を外してそのまま冷めるまで置いておきます。温かいうちだとちょっと割れやすかったりするので注意してください。その間にキャラメルアーモンドを作っていきます。生チョコだけだと少し重いので、食感としてアーモンドを加えていきます。まずグラニュー糖を鍋に入れて混ぜずに鍋を回しながら砂糖を溶かしていきます。あまりにも砂糖が溶ける前に色が入っていくようであれば、火は調整して弱めてください。砂糖がしっかりキャラメル色になったところで火を止めてバターを溶かしていきます。
これで焦がし止めになります。バターが溶けたらすぐにローストしてあるアーモンドですね、これを加えてキャラメルを絡めていきます。はい、全体にしっかり絡まったら、これをオーブンペーパー、シルパッドでも大丈夫です、その上に開けて冷ましていきます。この鍋に残っているキャラメルソースも全部砕いて入れていきますので、全部取り出してください。そして完全に熱が取れるまで冷ましていきます。しっかりキャラメルアーモンドを冷めたらナイフで砕いていきます。この時あんまり細かく砕いてしまうと食感とかアーモンドの風味があまり出てこないので、少し大きめに砕いておくのがポイントですね。食べた時にザクッと感じれるぐらいの大きさです。それを冷ましておいたカップの中に入れていきます。だいたい高さとしては3分の1ぐらいですかね。結構入るように見えるんですけど、食べるとバランスはちょうどいい感じです。まあ、ここはお好きな量で調整してください。ここからガナッシュを作っていきます。まずはスイートチョコレートとミルクチョコレートを湯煎で溶かしていきます。あまり熱い湯煎で溶かさないように注意してください。チョコレートがね、もったりしたりざらついてきてしまいます。全体が溶ければ湯煎から揚げていきます。そして小鍋にまずは水飴を計量して、続いて生クリームですね。今日は別容器で測ってますが、水飴の次にそのまま測ってもらって大丈夫です。そしてそれを火にかけて、そこに沈んでいる水飴をしっかりと生クリームに溶かしながら沸騰させていきます。そして、5回ぐらいに分けてですかね、生クリームを加えていきます。でここは小さいホイッパーがある方はホイッパーを使った方がいいです。中心からあまり空気を入れないようにゆっくりと混ぜ合わせていきます。最初分離状態になったり油が浮いてきたりというような経過があるんですが、生クリームがすべて入る頃にはしっかりと乳化状態になるはずです。一度にバッと全部入れないで少しずつ加えていってください。まだ側面ちょっと分離している感じですよね。で全部入れても分離している場合は、もう少し長く混ぜる、もしくはハンドブレンダーにかけるとしっかりつながってくると思います。そして最後グランマニエですね、オレンジのお酒を加えます。お酒が苦手な方、お子さん向けにはこのグランマニエの分生クリームを増やして置き換えてやってください。これでガナッシュの完成です。これを絞り袋に入れてタルト型に流していきます。今回は絞り袋一択ですね。そのまま流すとタルトの縁が汚れたりするので、もう絶対に絞り袋で流した方がいいです。で、少したっぷりめに流しても時間とともにアーモンドの隙間に入ってフラットな状態になっていくので、少し表面張力で張るぐらいまで流して大丈夫です。これ一回流してますけど、残ってる分後で調整して少しこんもりした状態になってます。そして冷蔵庫で固まるまでだいたい1時間ぐらい冷やしておきます。最後にデコレーションで使ういちごをスライスしていきます。ここのデコレーションは本当にお好みになります。今はね、いちごが美味しい季節なので色味もプラスしたくていちごを使いました。今日は輪切りのスライスにしていきます。個人的にこの輪切りのスライスというかいちごの輪切りの断面推しです。
ガナッシュがしっかり固まったら、オーブンペーパーを乗せてココアを振っていきます。でこうこぼれたココアはまた使えますので、なんかまな板とかの上よりも紙の上で振るっておいた方がさっと片付けることができるので、紙の上がおすすめですね。なんかこのままでもいいですし、ちょっと金箔とかで大人っぽく飾ってもいいと思います。そしていちごを乗せていきます。フレッシュフルーツを乗せてしまうとやっぱり当日中になってしまうので、前日に作って次の日にプレゼントしたいとかっていう場合は、フレッシュフルーツ当日に乗せるか違う飾りにしてもらうといいと思います。最後に乾燥止めとツヤ出しでナパージュを塗っていきます。最後に少し色味をプラスするために刻みピスタチオを今回は乗せてます。これは常温保存はできませんので、冷蔵で保存してください。これで生チョコタルトの完成です。レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って